ユニックスユニックスの歴史ユニックスの歴史は1960年代中頃にマサチューセッツ工科大学ベル研究所ゼネラルエレクトリックが GE のメインフレームコンピュータ用にマルティックスと呼ばれるタイムシェアリングシステムを共同開発していたことに遡る。マルティックスは多くの革新的技術を導入したが同時に多くの問題を抱えてもいた。 マルティックスの目指すものに賛同しても、巨大で複雑なものになっていくことに嫌気がさした、ベル研究所は、プロジェクトから徐々に距離を置くようになった。最後までマルティックスに関与していたケン・トンプソン等は、ファイルシステムを担当していたが、設計が行われただけで実装はなされていない、段階であった。トンプソン等は、実際にファイルシステムを実装してみたいと考えた。この作業は、 当時ベル研究所内に使われない状態で置いてあった PDP-7 を借りて行われた。ファイルシステムが完成すると、それを活用するためのユーティリティを作成していった。こうして、おおむね OS の機能を有するものが出来上がった。これが UNIX の原型となった。1960年代末、ベル研究所はマサチューセッツ工科大学。 ゼネラルエレクトリックと共同でメインフレームコンピュータを複数の利用者が同時に利用できるようにするマルティックスというタイムシェアリングシステムの開発プロジェクトに参加していた。プロジェクトの進捗の悪さに嫌気がさしたベール研究所はマルティックスプロジェクトからの撤退を決断した。 ベル研究所のコンピュータ部門にいたケン・トンプソンは最後までマルティックスに関わっていたベル研究所側の要因であった。トンプソンはマルティックスプロジェクトでファイルシステムを担当していたが設計段階に留まっており実装はなされていなかったため実際に実装までを行ってみたいと考えていた。この頃トンプソンはプロジェクトの空き時間を活用して スペーストラベルというゲームを作成した。当時、マルティックスプロジェクトでは計算機の使用状況を管理するため CPU の使用時間を金額換算にして管理していた。スペーストラベルを GE-635 乗で1回動かすと50ドルにもなった。これは管理上のものであり実際に課金されるわけではなかったがこのような目的に 貴重なコンピュータ資源を使用していることを経営陣に知られるのは好ましいことではなかった。そこでトンプソンはベル研究所内にあったほとんど使われていない PDP-7 に目をつけ、これを借りてスペーストラベルを移植した。この経験はマルティックスプロジェクトで担当したファイルシステムを PDP-7 上で実装する際に役立つこととなった。 1969年にトンプソンとリッチーラは PDP-7 上でファイルシステムを実装し、次にそれを活用するためのユーティリティ群を作っていった。こうして階層型ファイルシステム、プロセスとデバイスファイルの概念、コマンドラインインタプリタを含むシステムが出来上がり、結果的にほぼ OS の機能を有するものとなった。その後1ヶ月ほどでトンプソンは アセンブラ、エディタ、シェルなどを作り上げ、OS として完結させた。こうして出来上がった OS は、後に、ユニックスと呼ばれるものになるものであった。マルティックスで使われていた、メインフレームコンピュータである GE-645 は 2MB のメモリを有していたが、PDP-7 は約 16KB のメモリしか有しておらず、 マルティックスで予定されていた多くの機能を諦めざるを得なかった。結果的にユニックスはマルティックスより機能的にはるかに小さいものになった。このようにスペーストラベルというゲームはユニックスの開発開始に関連はあるがスペーストラベルが直接的にユニックスへと発展したわけではなく相互に独立した開発であった。PDP-11 を操作するケントンプソンと デニス・リッチー・イシーブ上で動作するユニックスバージョン71978年にウィスコンシン大学で動いていたユニックス新しい OS の開発は当初はベール研究所からの資金援助はなくまた OS にも名前はなかったこの時点で出来上がった OS はマルティックスのようなマルチタスク OS ではなく一度に単一のプログラムしか動かすことができない シングルタスク OS であったことからユニックスと名付けられた。ブライアン・カーニハンは自身が1970年にユニックスという名前を考え出したと言っている。後に綴りがユニックスへと変更されたがこの経緯は不明であるとカーニハンは語っている。後にユニックスは1973年のバージョン4においてマルチタスク OS となるが名称はユニックスのまま維持された。 なお、ピーター・サルスは、ピーター・ノイマンという人物がユニックスという名称を考え出したという説を述べている。しかしながら、この説は、第三者の推測を引用したものに過ぎず、ノイマン本人に確認を取っていない上、その根拠はノイマンが、ダジャレ好きであったというだけのことであり、信憑性には乏しい。また、ノイマンは1970年に、ベル研究所を退職しており、 時間的にも不自然さがある。さらに、ノイマン自身はカーニファンが一人しか使えないマルティックスという意味でユニックスと名付けた。後におそらくホーム上の理由でユニックスと解明された。と語っている。ベル研究所のコンピューティングサイエンス部門は、 ユニックス開発に対する資金援助を得るべく活動したがマルティックスから撤退した直後の状況下で OS 開発に対する資金援助を得るのは困難であった。多部門でワードプロセッサの需要があることを聞きつけた彼らはワープロを作成するという名目のもとユニックスの開発用に PDP-11-20 を獲得することに成功しユニックスに 文書聖書システムローフとテキストエディタを付加し特許部門で使われることとなった。ローフはその後トローフへと発展し完全な組版機能を有する世界初の電子出版システムとなった。これらの開発は全てアセンブリ言語でなされた。このような形でいわばワープロ作成に偽装する形態で OS の開発を行うことを考えついたのはグループ内の年長者で ベール研究所内部の力関係にも通じていたジョー、オさンなであった。システムの複雑さが増し、利用者が増えてくると、マニュアルを整備する必要が出てきた。最初のユニックスプログラマーズマニュアルは1971年11月に公開された。コマンド群は万形式で記述され、これは現在まで踏襲されている。 マニュアルは、使用方法だけでなく、バグ情報も簡潔な形で示し、プログラムの作者も明示して不明な点があれば直接、作者に問い合わせができるようになっていた。ベル研究所内の他の部署でも、PDP-11 を購入すると、DEC の公式な OS ではなくユニックスを使う、ことを希望する事例が出てくるようになった。バージョン4が出る頃には、ユニックスは、 ベル研究所内で広く使われるようになり、ユニックス、サポートグループが組織されて、社内で認知された形態で、ユニックスの普及が促進された。1973年のバージョン4において、ユニックスは高級言語である C 言語で書き直された。これは、当時は一般的であった OS のような複雑なシステムは、 アセンブリ言語でのみ作成できるという考え方を打ち破るものであった。C 言語によって書き直されたことは、後にユニックスの移植性を高めることにつながっていく。ただし、実際にユニックスが他のマシンに移植されたのは1978年になってからであり、1973年のバージョン4の段階では C 言語で書き直されたといっても PDP-11、 依存存ししたコードが多数存在しており移植性は低かっユニックスの存在は、1973年に開催されたアソシエーション・フォー・コンピューティング・マシーナリーの OS に関するシンポジウムにおける発表において抗議された。これにより、ユニックスを使いたいという声が、ベル研究所外部で高まることになった。しかし、1956年の独占禁止法違反の 訴訟での和解判決合意により、ベル研究所の親会社であった AT&T は、コンピュータ産業への進出を禁止されており、電話技術以外のあらゆる研究成果を希望者に、ライセンス供与することを義務付けられていた。このため、AT&T はユニックスを商用販売することが、できず、メディア代と送料だけで出荷することになった。ケントンプソンは、要望に応じて、 テープやディスクを発送し始め、伝承によれば、すべてに、ラブ、ケンと書き添えたという、1975年には、バージョン6が公開された。これは、2万ドルという商用目的での高額な、ライセンス料のために、商用目的に利用されることは少なかったが、学術目的では1980年代の初頭まで、広く使われた。ライオンズが表した、コメンタリー、 オンユニッ u n i x ク Edition は Unix のソースコードが付いており多くの人に読まれた。その結果、Unix は教育に適した OS という立場を確立した。Unix は誰でもライセンスを受けることはできたが、ライセンスを受けてもソースコードがサポートなしで送られてくるだけであった。このため、自発的なユーザーグループが誕生して相互に助け合うことになった。 ユニックスユーザーの最初の会合は1974年にニューヨークで開かれ数十人が集まった。これは後にユズニックスというユーザーの互助組織に発展していくことになる。現在ユニックスシステムのバージョンはユーザーマニュアルの版で区別されている。例えばフィフスエディションユニックスもユニックスバージョン5も同じバージョンを意味している。ただし、 ベル研究所内のユニックス開発者たちにとって公式にリリースされたバージョンという概念はなく一つのユニックスが連続的に変化しているだけであるという認識であった。例えば最初に PDP-11-20 上で作成されベル研究所の特許部門で使われたユニックスはマニュアルの第一版が出される前のものであるしバージョン1とバージョン2の間にも 複数のユニックスが存在している。このように、リサーチユニックスにおけるバージョンは、後の時代に作られた区分であり、ベル研究所の開発者たちによるものではない。ベル研究所のユニックスは機能拡張を続けた。バージョン3では、パイプ機能が実装され、一層のモジュール化が進み、開発の促進に貢献した。バージョン5やバージョン6からは、 ベル研究所内外で様々な派生バージョンが生まれた。ベル研究所内部ではデータベース機能を付加した CB ユニックスや多数のプログラマが使うことを想定した PWB ユニックスなどが作成された。ベル研究所外部では初の商用ユニックスである IZ-1 が作成された。1975年5月 ARPA は RFC681 の中でユニックスを ARPA ネットワークのホストとして採用する利点を挙げている。バージョン6の時点まではユニックスは DEC のマシンでのみ動作する OS であった。この後 OS のソースコードは機種依存性の少ない記述に置き換えられ、またそのような目的に沿うように C 言語が機能拡張されていった。1977年。 ベール研究所は、ユニックスの機種依存性を減少させるために、PDP-11 とはアーキテクチャーが大きく、異なるインターダタ8-32を入手した。インターダタ8-32へのユニックスの移植は1978年に完了した。さらに、研究目的及び AT&T 内での使用を目的として、 独自のムを備えたインテル8086ベースのコンピュータやユニバック1100への移植が行われた。この頃、ベル研究所外部でもユニックスの移植が心を見られ、プリンストン大学では VM370 ハイパーアバイザー上でのゲスト OS として動作し、ウーロンゴン大学ではインターダタ732への移植が行われた。 1978年頃にはユニックスは600台以上のシステムで稼働していたとされる PDP-11 のマイクロプロセッサ版である LSI-11 では1978年にユニックスが動作するようになったこの頃にはインテル8086用ユニックスが開発途上であったという記録が残っている1979年には ホワイトスミススが作成したイドリスが LSI-11 で動作し、後にインテル8080 80、8086、モトローラ68000、アップルマッキントッシュなどでも動作するようになった。一般的に使われたリサーチユニックスとしては最後のものとなるバージョン7は1979年1月にリリースされた。これは後の多くのユニックスの母体となった。 実際、現代からユニックス KOS の流れを遡ると、いくつもの流れが最終的にバージョン7で合流することがわかる。同年6月、DEG の新たなバックスシステム向けにユニックス 32V がリリースされた。しかしながらユニックス 32V はバージョン7を32ビット対応にしただけのもので、仮想記憶機能に対応していなかった。そこで、 カリフォルニア大学バークレー校では仮想記憶機能への対応を行い、1979年末にバークレー版のユニックス、BSD を開発した。これはバーチャルバックス、ユニックス、またはベミューニックスとも呼ばれた。以降、バークレー校は学術分野におけるユニックスの開発に重要な役割を果たすことになる。この時期、 BSD 開発の中心となったのが、後にサンマイクロシステムズに入社し、サンスを開発することになるビルジョイである。ユニックスで広く使われた DEC の VT100、端末1984年のユズニックスにおける講演者たち。ユズニックスは1975年に創設され、ユニックスと類似システムの学習や普及を行った。X ウィンドウシステムが動作しているユニックスの デスクトップ。TWM、ザタム、t u m x p i f スロード、グラフィカルなマンページブラウザ XMAN など、MITX コンソーシアムのディストリビューションにあったアプリケーションが動作している。バージョン7や UNIX、32V、PWB、UNIX は AT&T 外部に積極的に宣伝され、1980年には800件以上のシステムが ベル研究所外部で動作しているとされ、翌1981年には2000件以上と広報された。その後のリサーチユニックスはバージョン8、9、10と開発されてはいるが、外部への配布はごく一部の大学などに止まり、成果は主に論文などで知られている。また、システムとしてはユニックスよりもむしろプラン9につながっている点も多い。 1980年、カリフォルニア大学バークレー校は、DARPA からの資金援助を受けて、4BSD を完成させる。1981年には、BSD に TCPIP に基づくネットワーク機能を組み込むプロジェクトが開始される。これは、最終的に1983年に4点に BSD として実現された。TCPIP が、 BSD Unix に標準採用されたことはインターネットの創生期の発展に大きく寄与した。例えばこの TCPIP 対応コードは後に Microsoft Windows 等で一時期使われた。こうして BSD に伴うソケット API はネットワーク API のデファクトスタンダードとなったこの1980年代初頭の時期には大学で ユニックスに慣れ親しんだ学生が企業に入り商業分野でもユニックスの知名度が上昇することになった。1980年にはマイクロプロセッサを用いたコンピュータ上で動作する商用ユニックスの開発が始まった。同年、オニックスシステムズはザイログの Z8000 を用いた自社コンピュータ C8000 以上でユニックスを動作させた。1981年、 マイクロソフトは Z8001 という16ビットマイクロプロセッサ上で動作するゼニックスと呼ばれるユニックスベースの OS を開発した。サンマイクロシステムズは1982年に BSD の主要開発者だったビルジョイを入社させることに成功し、1983年に BSD に基づき自社製ワークステーション用にサンス例を開発した。 こういった動きに対し AT&T は1982年主にバージョン7をベースとしたユニックスシステム3をリリースした。これにはバックスサポートも含まれている。この時点では以前のバージョンのライセンス供与も継続している。1983年には AT&T 内部で様々なバージョンが使われている混乱状態を解消するためべてをまとめた。 ユニックスシステム V リリース1を開発。これには BSD からエディタのスやカーシスなどいくつかの機能が導入されていた。またウェスタンエレクトリックが開発したコンピュータ3バイトシリーズのサポートも含まれていた。1983年、アメリカ合衆国司法省は AT&T の2度目の独占禁止法違反の訴訟を AT&T の解体で決着させた。 1984年1月1日をもって地域系部門が分離、独立されることとなるが、一方で AT&T は通信業務以外の分野への参入が認められた。それにより、1956年の和解判決で禁じられていたコンピュータ産業への参入が可能となり、ユニックスを製品化することが可能となった。これに伴い、 AT&T はユニックスを用いたライセンスビジネスを開始し、ユニックスをライセンス許可なしで使用することを禁止した。ユニックスのライセンスを受けた会社は、ユニックスに様々な機能追加を施し、自社の商品として独自ユニックスを搭載した機器を売り出した。これらの機器に搭載されたユニックスにはソースコードが付属していなかったことや、ライセンスが大変厳しかったことから、 ユニックスを自由に改変したり、またその改変した機能を公開できなくなった。その結果ユニックスは一時期閉じた世界のものとなり、ユニックス文化は絶滅寸前となった。同1983年、リチャード・ストールマンが GNU プロジェクトを創始している。その頃、業界の評論家はユニックスがその移植性と豊かな機能によって、 マイクロコンピュータの業界標準となることを予想していた。1984年、いくつかの企業がユニックスに基づくオープン企画を策定すべく X、オープンを創設。当初はうまくいっていたが、標準化はいわゆるユニックス戦争が勃発したことで頓挫し、様々な企業がグループを形成して、それぞれ独自に標準化を行う事態となった。 ユニックス関連で最もうまくいった標準化は IEEE、e、の PazX であり BSD とシステム V の API を設置したものである。これは1988年に発表され、まもなくアメリカ合衆国連邦政府の各種システムの調達条件とされた。AT&T はユニックスシステム V にファイルロック、システム管理、ストリームズ、新たな IPC、 リモート、ファイルシステム、トリーといった機能を追加していった。1987年から1989年まで AT&T と3マイクロシステムズは共同でゼ e n i x BSD, 3OS、システム V の機能を統合するシステム V リリース4を開発した。この統合は X、Open とは独立して行われた。 1990年代のユニックスワークステーション DEC HP SGI 屋さんの製品である。共通デスクトップ環境はユニックスワークステーションで広く使われた。1990年、オープンソフトウェアファンデーションがユニックスの標準実装としてマッハと BSD に基づいたオセフ1をリリース。この団体は1988年。 いくつかの企業が AT&T と3の協業に対抗して組織したものである。これに対抗して AT&T とそのライセンスを受けている企業グループはユニックスインターナショナルを組織した。両者の対立が激化すると再びユニックス戦争と言われるようになった。バークレーでは1986年の 4.3BSD の出荷後、 AT&T 由来のソースコードの分別と除去を推し進め、AT&T ユニックス由来ではないソースコードを無償公開した。これが1989年のネットワークリリース1や1991年のネット2である。特にネット2ではカーネルのソースのほぼ全てが含まれており、欠落した数個のファイルを開発することにより動作するカーネルを作ることができた。 1991年、ウィリアム・ジョリッツを中心とする BSD 研究者らがカリフォルニア大学を離れ、バークリーソフトウェアデザイン、インクを創業。ビスでは BSD ユニックスを安価で偏在するインテルプラットフォーム上に実装した商用 OS である BSD386 を開発。これによって安価なコンピュータを業務に利用する潮流が生まれた。 ジョリッツは創業直後にビスリを離れ 386BSD の配布に専念するようになった。386BSD はフリーブスド、オパンブスド、ネットブスドといったフリーな OS の源流となっている。しかしユニックスのソースコード、特許等のライセンスを管理してきた AT&T は BSD に対して心よく思わなかった。特にビスリがネット、 2を商用化してソースコードを販売したことがきっかけとなり、アセルはビスディ及び BSD を開発したカルフォルニア大学バークレー校に対し BSD による AT&T が保有する特許及び著作権の侵害に対して訴訟を起こす。この訴訟の和解の結果、1994年にはネット2の公開を取りやめることとなったが 4.4BSD から AT&T のユニックスに依存した部分を取り除いた 4.4BSD ライトを同行が公開できることになった。しかし、裁判の間 BSD 系のオペレーティングシステムは急激に開発のスピードが落ちたとされる。最後に出荷された BSD は 4.4BSD、インカンバードとそのフリーなソースコードだけを抜き出して作られた 4.4BSD ライトにである。 こうして AT&T とのライセンス問題を回避した BSD は後に述べるオープンソースユニックスへと繋がっていく。1991年リーナストーバルズが Linux の開発を開始。当初は PCAT 互換機で動作するユニックスクローンだった。1993年までに商用ベンダーの多くはシステム V をベースとして BSD の各種機能を追加するという形に落ち着いた。同年、コモンオープンソフトウェアエンバイロメントが主要ベンダーが参加する形で創設され、ユニックス戦争が終結を迎え、UI と o s フ f も1994年に合併した。合併後の組織は o s フ f を名乗り、o s フ f 1の開発はやめることになった。当時 o s f 1を本格的に採用していたのは、 DEC だけであり、DEC は独自に開発を継続して1995年には、ブランド名を o セ e f 1からデジタルユニックスに変更した。ユニックスシステム V リリース4が完成すると間もなく、AT&T はユニックスの権利をノベルに売却した。デニス・リッチーはこの取引をエサが目先の利益のために大事な権利を売ってしまったという聖書のエピソードに例えた。 ノベルはこれをもとに、ネットウェアと SVR4 を統合したユニックスウェアを開発し、マイクロソフトの Windows NT に対抗しようとした。1993年、ノベルは X、オープンコンソーシアム u へユニックスの商標と認証権を売却することを決めた。1996年、X、オープンと Osef が合併し、The Open グループが生まれた。特に1998年の シングルユニックススペシフィケーション策定以降、ザオープングループの各種標準は何がユニックスで何がユニックスでないかを定義するものとなっている。1995年、既存のユニックスライセンスを管理サポートする事業と今後のシステム V のコードベースを開発する権利がノベルから Q、SCOO に売却された。なお、ノベルがユニックスの著作権も売却したかどうかは裁判で、 争われている。1997年、アップルは、マッキントッシュの新たな OS のベースとなるものを探し、ネクストが開発した、ネクストステップを選択した。この OS の中核部は、BSD とマッハカーネルに基づいており、アップルはそれを取得後ダーウィンと名付けた。ダーウィンから生まれたのが MacOS であり、ユズニックスでアップル社員は、 デスクトップパソコン市場で最も広く使われているユニックス KOS だと述べている。2000年9 SCO はユニックス事業と資産をすべてカルデラに売却。カルデラがその後 s c o と称するようになった。インターネットバブルが崩壊すると商用ユニックスの淘汰が進んだ。ソラリス HPUX X といった1980年代に生まれた商用ユニックスだけが生き延び、検討したシリコングラフィックスのイリックスもリナックスにとって変わられた。中でも2005年の時点で最大のシェアを誇っていたのがソラリスである。2003年、SCO はリナックスには SCO が保有するユニックスの著作権を侵害している部分があると主張し、 Linux のユーザーやベンダーを法的に訴え始めた。IBM は s c o との協業データ、企業秘密を Linux に応用したとして訴えられ、旧、s c o の顧客で Linux に乗り換えたものは契約違反で訴えられた。これに対してノベルはユニックスのソースコードの著作権はノベルが依然として保持していると反論。ノベルによれば著作権はノベルが保持しており、 SCO は単にライセンス認証業務を委託されていたに過ぎず、その業務を停止させる権利もノベルが保有しており、ライセンス収入の95%はノベルのものだという。SCO はこれに同意せず、結果として両者は裁判で決着をつけることになった。2007年8月10日、ノベルに有利な判決がなされた。判決では、さらに、 SCOO が IBM と C クエンとを訴えている県で本来の権利者であるノベルが訴えをやめることを希望しているため SCOO はそれに従うべきだとしている判決後ノベルはユニックスに関連して人々を訴えるつもりは全くないとし Linux の中にユニックスのコードが混じっているとも思わないとした2009年8月24日 SCOO は 第10巡回構想院でこの判決の一部を覆すことに成功し裁判の差し戻しが決まった。2010年3月30日、差し戻し審で SCO ではなくノベルがユニックス及びユニックスウェアの著作権を保持していることが満場一致で確認された。SCO は破産管罪人エドワード・カーンを通じた IBM との裁判を継続する決定を明らかにした。 2005年、サンマイクロシステムズはソラリスのソースコードの大部分をオープンソース化するオパンセラリスプロジェクトを発表。最初に ZFS というファイルシステムがオープンソース化された。そこからサン以外によるオパンセラリスのディストリビューションがいくつか生まれている。2010年にオラクルがサンを買収するとオパンセラリスは公式には中止されたが、 派生ディストリビューションの開発は続いている。2011年 SCO はユニックス OS をアンクシスに売却した。2016年2月16日 SCO の訴訟はユタ州連邦地方裁判所での IBM と SCO の合意をもって終わりとなった。2017年現在 Linux はユニックス風の OS のシェアの大部分を占め他のユニックスは ビビタルシェアを有するに過ぎない。ありがとうございます。